ははいどうも、えー、こんにちは水にゃんです、えー、本日のサブチャンネルでございますけれどもなんとですね立花隆、えー、チャンネルチャンネル登録者数52万人をついに切って51万9,000人台になりました、はいまあ、ここ最近ですね立花隆大先生もヒット作を出せずそして、まあ、ついこの間ね39度キューブの、えー、体温計の写真をねツイッターにこうアップしていましたけど。 まあ今インフルエンザなんかでぶっ倒れてるみたいなんでね大事にということなんですけれどももうあのこれ以上ねちょっと立花さんがまあそのね上がってくることってもうほとんどないんじゃないかなっていうふうにまあ思わされますねはいまあ立花劇場もねもう終わりかなってまあでも立花隆大先生ねまあ今年はあのゆっくりまあやるみたいなんでまあゆっくりというかねあのやるみたいなんですよ けれども、多分橘隆大先生というのは本当にナチュラルボーンな人なんであの人も天然なんでねで、ゆっくりなんかね炎上しないようにやったとしても、まあ、あの人もしゃべるだけでも炎上する人間なんで、まあ、どうせどっかで、ね、あの炎上するようなことを言っちゃって。 であのねすごいね、えー、勘違いしてる人いるんですけど立花隆大先生っていうのは計画的にこう計算してで炎上してるわけではなくてあの人はもう口わいのもとっていうねことわざのこう言う通りもう天然なんですよ天然だからもう思ったことをねあのすぐ言っちゃうから、ね、炎上するんですはいなんで、まあ、どうせねあの今年なんかゆっくりするからって炎上しないようにね やりますみたいなことを言ったところで結局ねあの人はね僕は炎上すると思いますけど、まあ、炎上したところで結局ね、まあ、前回みたいにこう、まあ、前回で去年みたいに、まあ、可燃性というのは多分ないと思うんで、まあ、大したことになんないんじゃないかなという風に思ってるしで炎上したとしてもどうせつ,つくのは、まあ、僕らなんだろうなっていうので、まあ、非常にこう残念な気持ちになってます。まあ、世間もね正直、まあ、桜を見る会であったり ねえー、カジの IR の問題であったりとか、もうそっちの方がね、今、あーのー忙しいので、まあ、誰もね、もう N 国の橘高なんでもう目を向けてないわけですよ、まあ、目を向ける暇がないと思うんで、ねまあ、僕らがしっかりと監視してい、えー、きたいなというふうに思っております。待なわけで以上水でしたじゃあね